十日町市浦田地区、13年前の地震で大きな被害を受けました。地区内にある交流施設では住民が集まり、体操教室が開かれました。地震の記憶は今でも住民の心に強く残っています。長野に近いから、なんか壁が折っちゃって、あの時はね、本当にびっくりしました。そしてうちはあまり壊れないんですけど、近所のうちが壊れてあった。長野県北部地震では県内のけが人は45人で、2400棟余りの住宅が被害を受けました。震災後に深刻なのが過疎化です。浦田地区の高齢化率はおよそ 60%、 震災前の160世帯から120世帯まで減りました。こちらの建物にはスーパーが入っていましたが、3年前に人手不足により廃業になったということです。震災後に住民が資金を出し合って作った唯一のスーパーも閉店。地区の協議会では週に1回買い物代行のサービスを始めました。事前に注文を受けて日用品を販売するものです。ありがたいです。浦田にね、買い物するとこないんです。松の山まで行かないとね。ちょっと明日も、ね、買わせてもらってありがたいです。浦田地区の住民は助け合いながら地域を守っています。